チュンチャンネル、今日2個目の動画です。今日はバカみたいなチャレンジをやります。一息でどれぐらい絵を描けるかチャレンジ、イエーイ。バカだこれ、ただのバカチャレンジだわ。頑張っていこう。じゃあね、最初にどういう絵を描いてるか、こういうね絵とかを描いてるんですけど、これを一口、一息で描いて何かを描いていきたいと思います。よし、まあオリジナルキャラクターをね一息で描くんで頑張るぞ。3、2。これ全然無理だ、これ全然無理だ、これしか描けないよ、これ絶対無理だわ。仕方ないからこの続きでね、もう一回やってみたいと思います。できた。雑だな、雑だけどできました。次はね、もう一個違う色をやっていきたいと思います。じゃあ次は何がいいかな、どうぞ。次はねマスクをかけます。これ絶対無理なやつやん。これしか描けないです。無理ですね、ちょっとね。ちょっと一回今のは下手なんで消して、どうしましょう。長動画は？こんな長くしなくていいのに。じゃあ次はこのね消しゴムを描いていきたいと思います。こっちか。多分今バックグラウンドでうちの家族が話してるのが聞こえたでしょう。まあ書きました。ちょっと似てるかな、一応文字は書いてあるんだけど、このチャレンジ本当無理だわ。まあね、このチャレンジは本当に難しいので
じゃあまあ次のね動画で何やってほしいかとかコメントで入れてください。バイバイ。さっきのね、1個目の息を止めて書いたやつ、息切れるの早くない？って思ってるそこの人たち、あれ早送りですから、実際1分59秒ぐらいやってたみたいです。なんか、普通の動画の時間見たら、それぐらいだったので、まあ、結構長く持ってたと思います。あ、それと、明日、多分バイオリンでなんか歌を弾くっていう動画を出すと思うので、まあ、それを楽しみに。じゃあね。それとチャンネル登録よろしく。